フィールドゴールを放つケビン・ガーネットバスケットボールにおけるフィールドゴールとはボールライブの時に放たれるショットのこと。野投げとも呼ばれる。対義語はフリースローとなる。フィールドゴールにはショットしたプレイヤーの位置により得点2点が与えられるものと3点が与えられるものがある。ディフェンス側の選手が誤ってバスケットにボールを入れた場合には オフェンス側の得点としてカウントされる。NBA の場合、最も近くにいたオフェンス側の選手の得点として記録される。渦のスリーポイントラインよりゴールに近い位置のショットはゴールすれば2点の得点となる。スリーポイントラインより外側のショットはスリーポイントショットとなりゴールすれば3得点が認められる。スリーポイントショットはスリーポインターとも言う。 国際バスケットボール連盟ルールと NBA ルールでは異なる場合がある。フィールドゴールの成功率はポジションやプレースタイルで大きく変わる。センターなどゴールに近い位置でプレイするポジションやスラッシャーというインサイドへ切れ込んでショットを狙う選手は距離の短い簡単なショットが多いのでショット成功率が高い傾向にある。一方、アウトサイドから得点を狙うシューターは 距離の長い難しいショットが多いので、成功率が自然と低くなってしまう。このため、ショット成功率は、ショットの正確さとはあまり関係がない。バスケットボールフィールドゴール、ありがとうございます。